昨年我がオリックスバファローズはリーグ優勝はできました。しかし日本一で惨敗してしまいました。我々一同頑張りました。スタッフ一同頑張りました。でもあと一歩届きませんでした。ということで今年めちゃくちゃ頑張ります。で、そう、まずめちゃくちゃ頑張るっていうその姿勢、まず一つ目、大瀬良取っちゃいました。オリックス大瀬良も全く似合わない、帽子全く似合わない。でもだからこれ要はあれですよ、エースが3本ね、これ凄まじいよ。これ山吉、大瀬良、山岡、この3エース。それに加えて、まあ田島も能力高いし、でブケナも全然 OK、 ブキャニャン、ブキャなんでしょ。であとセットアッパー澤田、まあ吉田、ここら辺もいい。麻酔がね、能力ゴリッと落ちたね、ゴリッと落ちたね、能力びっくりするよ、落ちた。なんでちょっとここら辺どこかから抑え、ちょっと引っ張ってこようかなっていう。沢田でもいいかな。まあ、諏訪中継ぎでしょ。一応先発補正もつけたんだけど、ちょっと先発の層がちょっと厚すぎてね。ちょっとしょうがない。中継ぎ。あ、近藤さえありか？いや、でも怖いな。でも近藤抑えにするか。麻酔中継ぎにすっか。回復 A すげえ魅力的だな、岩本。そんなになっちゃった。まあ、ここら辺はまあ、お、すげえ鈴木めっちゃ座った。おー、これ、あとは変化球のちょっとあれかな、球威とコントロールだね。そこら辺上げればこれ一気に強くなったぞ、一気にすごくなったぞ。まあ、いや、とりあえずこんな感じでいこう。で、よし。まあ1番西野、これがなんとミート A になっちゃいました。なんとミート A。 まあ守備の方ボロボロなんだけどまあそこら辺目つぶっといて、で、大城ね。で、吉田、ここら辺あんま変わんないね。マロンちょっと能力落ちたね。レアード外をちょっと4番にするか。島脇、小田、この外野がちょっとね、外野不安です、正直不安です。調子次第では、義母並びに、小園もちょっと持っていこうかなと、今年ついに。まあ、そんな感じで。で、この横浜ね、去年取った、去年っていうか、前のドラフトが、で取ったやつ、めちゃくちゃ能力高いのよ。もうさ、打撃育てればさ、もう言うことなしなんですけど、若月の代わりがもうできちゃった。はい、という感じだね。まあ、外野がちょっと不安だけど、まあ、島脇、小田、西浦、西村、ここら辺でお茶に濁すって感じでやっていこう。頼むぞ。割とやべえな。あれ、うわ、そう、怪我した。あれ、俺なんかやったっけ。ベイスターズから先日のトレード要請に対して返答があり、トレードが成立しました。あ、そうだ、俺岩佐田、有吉、そして上里、来たー。外怪我しちゃったけど、上里来たぞ、うちに。これはね、これはいいんですよ。これ急展開。そう、外野いねえって言ってたんだ。俺、亀里通るわ。亀里使うわ。5月。ちょっとなるべく早めに行って飛ばします。あ。ついにやっちまったね。せっかく来たのに。義母頑張ってるか。いやー、でも、まだかな。義母ちょっと早いかな。大城かな、ここは。譲れないかな、そこは。2番最強やってみるか。じゃあ。今年、2番外やってみんか、こっから。うわ、すげえ、ミート、どっちも A なんですけど。それで2割7分ってふざけんねや、おい、西野。お前のポテンシャルどうした？すげえな、これ。ミート両方 A だって。最高の1番に、1番のはずなのに。2番外を指名。いや、待って、ファースト。これすごいな。打撃に特化しまくっとるやんけ、この打線。この打線打撃に特化しまくる。ライト外、レフト吉田、ま、マロンでいいか、マロンで、5番レアード、6番川口、ここまですごい、2位から6までパワーバカで、7番若月もすげえ、若月すげえ、こんな若月見てみたいわ。ミートパワー D、 ただ期待にはあんまり応えてくれていない。
さあ、9月に入って、ああ、ファイターズがついにマジックちょっとついちゃったね。でもこれは、とりあえず A クラスには入れるか。うわ、大城も怪我した、マジか。まあ、今年はまあ、ファイターズ優勝でしょうが、あ、マロン怪我治った。けど、ちょっと待って、一回、一旦シーズン終わらすわ。2位かな。ああ、ファイターズ優勝で決まったわ。ただ、こっからだ、クライマックスシリーズは。2位で行くのかな。よし、来た。さあ、クライマックスシリーズ。バファローズ vs ホークス。相手、千賀やんけ。まあ、こっちも山本だけれども。勝てっかな。勝ちたいよ。これ、先に2勝した方が勝つんだっけ。うわぁ、本当は監督プレイやりたい。ちょっとね、日本一決めるときに監督プレイしようかな。それまではもう、なんとかスキップスキップで。頼む、勝ったー、勝ったー、危ねえ。3対1。ここで負けたらもうダメだよ。絶対ダメだよ、ここで負けたら。大瀬良、こっち大瀬良、向こう小川って誰やねん。誰、そんなピッチャー知らない。勝ちました。故に勝ちました。だってそんなピッチャー知らないもん。快勝です。え、これ終わり？これで終わりかな？終わりにして？ちょっと待って、このヘッドラインとかどうでもいいんだ。まだ続く？いや、え、終わった。あー、来た。ついに来た。ファイターズだ。ファイターズ、勝てっかな？ちょっとファイターズの戦力ちょっと見させて。今年のファイターズの戦力、ちょっと待って。まずバッター。西川でしょ？ちょっとなんかあれだな。西野っぽいな。うちの西野みたいな能力になってんな。で、近藤でしょ？ 2 番近藤。あ、強いな。あー、ワンボーロンこんな感じの能力なんだ。なんかあんまりすごくないな。あー、柳田いるんだ。だから勝ててんじゃないの？これ、能力。すげー高い。3割7分、38本、148打点、前代未聞すぎる。どういうことじゃない？確かにこいつら3人出塁率高いからな。最強すぎないか。で、急にゴミ T 岡田。能力のこの下がり具合。そっか、でもオリックス出てから頑張ってんだな。6番清宮。ここは何だろう？誰か怪我してんのか。渡辺もそこそこ、清水は悪くない。横が9番か。こう考えると結構ファイターズっぽくない。全然ファイターズっぽくないやんけ。しかも太田が、なんで太田がさベンチなの？ T 岡田と変えろよ。じゃあとりあえず今から戦うけども、本当にやばくなったらちょっと監督プレイに回すかもしれない。まず1勝。これ何回勝てばいいんだっけ？ 4 勝すればいいんだっけ？11。ちょっと待って。あれ？これ3回だっけ？ 1,2,3,4,5,6。あ、3回か。あれ？次勝てばいいのか？来た！あれ？きっ、わ、いや、まだだ、まだだ、まだだ。まだだ。上沢対大瀬良、ここか。くー、恐ろしいな。いやー、監督プレイちょっとやめよう。あ、負けた。待って、まだだよな。まだ続くよな。まだ続くよ。しかもボロ負けじゃん。すげえボロボロに負けたわ。ラス1か。今日大瀬良だ。大瀬良なら勝てるだろう。大瀬良なら勝たなきゃダメだ。くそー。ベイスターズを戦いたい。去年優勝してんだ、俺は。日本一。俺はな、日本一になってんだ。よし、勝った。危ねえ。日本一じゃねえわ。リーグ優勝。16対2。ボロ負けやないか。向こう。来た、日本シリーズ出場。ついに来た。じゃあ、本当にやばくなったら、監督プレーに移行します。先に、あ、やばい、負けちゃった。3敗したらダメなのか。つまり3勝すればいいのか。あ、3勝に4勝すればいいのか。今1勝1敗でしょ。だ、王手かかるのが3か。2-1。やばい、来た。3-1来い、3-1来い、3-1来い。3-1来た。ちょっと、監督プレイします。こっから監督プレイします。頑張ります。ちなみに、監督プレイ、初めてやります。福永、あ、向こうのピッチャーしょぼいぞ。
これ勝てるぞ。西村監督が胴上げ来た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 。俺これ操作できんだよな多分。相手中川、あこれはあれじゃん、巨人の中川じゃん。あ来た、監督プレーやっと来た。まあノーアウトだからここは打者に任せるか。外、あ見事に三振。まあここはでも本当に任せていいよな。もう みんなガンガン三振するんですけど。あおお出た出た出た。今誰打った。てか2番最強説マジであるかもな。ちょっと指示してみっか。レアード、あでもこれあれだ、なんだっけ、ドリームリーグと同じ操作性だ。じゃんけんみたいなやつなんだよねこれ。要は手数の多いじゃんけんっていう風に考えてもらえれば。長打狙い、三振狙いに強いが打たせて取れに弱い。お采配より、これホームラン1回もよ。ただでさえ勝ってんのに。義母は、義母はどうする。ストライク先行に弱い、ボール先行に強い。見ていけ、来た、采配やや有利。あ今あれか、レアードフォアボールだったのか。見ていけ言うのに、バット振るのもどうかと思うけど、それはどうかと思うか。いけ神里、26番、君に任せるよ。デッドボール来た、腰痛い。佐竹コーチ、あ怪我しちゃった。あらー、そっか、怪我しやすい言うてたもんな。っていうことはセンターに強い、走塁どっちも B なんだ。小田も胸も、うん、胸にするか。じゃあここは、指示します。若月でしょ。いやバントとかはしないよ、バントとかはしない。ヒットエンドラン、ストライク先行に強いがボール先行に弱い。よしこれいこう。まあほぼバントに近いが、采配やや有利。いやー、なんでやねん、ダブルスチール。まあここは打者に任せるわ。いやでも逼にこれ功を奏すかもしれないぞ。次の回1番からでしょ、好打順。ブキャナン、あトラッキー、トラッキー面白い動きすんな。アホの坂田やってるわ。バク転とか見たいな。ピッチャー交代だね。そうだね、それは俺も思ってたんだ。黒木いくか。投手の入る打順を決めてください。いやまあここでいいだろう。よし、OK。ちょっと標準の速度にするわ。いや、ここで、しっかり抑えてるよな。よし、しっかり抑えた。え、これ勝つんじゃないの今日。これ優勝しちゃうんじゃないの、C しちゃおう。本当に勝てそう。ミートに徹する。西野のミート A だからね。采配不利だ。最打ち。最打ち、こんな場面で出てくるようなピッチャーじゃないだろ、絶対。でも、打ち取られる。対戦相手が指示。もうホームラン。長打狙いいけ、もう。うわぁ。俺がチー出したら向こうグー出したみたいな、そういう感じです。吉田、ここでさ、勝負やってみっか。最高のパフォーマンスを発揮させる。ホームラン打ってくれ。来た。西村の助言発動。めっちゃうなずいてる、マスターが。これはまあヒット、最低ヒットだろ。どうだどうだ、取れないよ。よかった、よし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 。マローンって細いんだな、マローンって細いんだ、びっくりした。ここだな問題は。左右打がどう来るかだよ、タイガースがどう来るか。ヒットエンドラン、いや積極的に行こう。ミートに徹しろ。いや、どっちがいいんだろう。あ、投手交代？あ、敬遠か。申告敬遠か。マローンかっこいいな、なんか。まあ、そし
マロンすんごい見た目かっこいいんですよ。髪型もなんかちょっとシャレっ気たっぷりみたいな。これは歴史に残るバッターだわ、マロン。いやーどうしようかな、これ見ていく、見ていっちゃいます。じゃあ采配やや有利、フォアボール狙い、打った。うわー、すかさずファンのところに投げた。クソ、アウトカウント見捨ててくれ。ちょっと待って、これ抑え行こうよ。黒木からの抑え。でも沢田あれか、あんま調子よくないのか。最後ちょっと麻酔でいくか、こうなったら。もう麻酔でいきます。じゃあこれも終わるんじゃない。マルテと選手が大体送られました。マルテやめろ、終わった。あ、え、これああ金子ピッチングコーチと西村監督抱き合ってる。あ、わかった、タイガースの監督これ福留に変わってんだ。今の福留矢野じゃねえなと思ったけど福留なんだ。これ福留だな、多分そうだよな。万歳、来ました、優勝、日本一、ありがとう。こんな日が来るのか、オリックスバファローズ。今のところ12球団で唯一クライマックスシリーズを、突破できていないチーム、それがオリックスバファローズです。1回2位になったんだけど、結局クライマックスシリーズ、なんていうの、そのまま負けちゃったんだよな確か。